Please select your character. 菊池さんたちはまだ3位決定戦あるんで、ください。イカちゃんじゃない、ゲンやゲン、ゲンやゲン。さーて、侵略イカスミ対カエルさんの陣。ストレジャンディ固めて中断。あれヒートインだとね、ほんと見えにくいですよ。ただ下段が通ってジャシーからもうワンも下段、それ超ヒーマーレつなげて、これは殺しきる。さてゴービー一段からヒーロー言い直してヒザン撃、6死出てしまった。それジャンシー、この技が強い。ジャンディ落として出っ放しを勝ってヒートに、これは眉優。それユリフレームを取りつつ固めて固めて異連装バースを画面は CG。ジャンシーバーストと、さてこのジャンシーが下に長い。さてガミマシからスカシ下段からのコマ投げ。さてとうとう来てしまった。大阪にバレット使うは一人でいいと天砲が出てくる。8段つって、いや80段です。一瞬さて河内長野の英雄部対イカちゃんの英雄イカスミ。さてバレットどうキャラ、絶対これ荒れるよな。さてまあまあまあ初手は上げるよと河内が。それここは早速バースをヒートニーを生かしていきたい。下段ガードから2秒、バレット使いまさかの熱波を選択。バレット使いまさかの熱波を選択。いや河内は長野だからなーって言って、それここ落ち着いてたいく。コービーからカッティングシャワーしっかりガード。それハンスを避け切ってラビット使ってドン、中段で締める。さーて上を見てる、これが全員との違い。さあジャンディ落としてオーバードライブハンス、調子に乗ってしまった。
さて、ジャンディ、ヒートアップ、オーバードライブ、突っ込んで、ユリルム、ユリルム、からのめくりPlease select your character. Barret Tao Kaka. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.さて、川内長野対大神太鼓が、さて、初手を取ったの大神太鼓が、固めて、緑投げ、さて、ジャンシア、だってこれ、美味しい位置すぎる。さて、6位から、ジャンビー、これは珍しい。ジャンビー、落として、とりあえず、ガメ足、3100、オーバードライブ、中段、ヒート2の上、減る、5500。ねえ、こんな6シーン拾える、そんなみんなの英雄の河内長野さんは最近バイトを始めたそうです。それ2シーンからそれ3シーン押していたか、カティングシーンはから、ここはこすり方のはタオカか、めくりから固めてジャンミー、ラビキャン使って殺してくる。それ飛び動画出て体育裏までしっかり判定がある、これは強い、これは妊娠痛いんじゃないか、ニャスニャスされて4200、視野もらった。さてユリウルム、これは少し荒れてしまった、ジャンシーのタグもしっかりガード、ジャンシーがバウンドする、バースト、で裏からクリントシューター投げる、さあとりあえずヒート2、ヒート2のバレットは強いぞ、ヒート2のバレットは強いぞ。さて、ここはこすり負けて3シーン、しかしハンス出ていた、投げ抜ける、ジャンシージャンビー行くで、これはアドリブが少しミス、さて下段猫一、ラビキャンがミスってしまい、ゴミ 2B から猫一 6B5 で勝ったのはオゴミ。
Please select your character. Arakune Taokaka.The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. さーて、アテナの大砲ザギャルフで。さて、大神タオカ対ザギャラクね。ここは速バースと今回は判断が早い。バースの方がいいっちゃいいでしょう。クー投げ決めてバースを読み切ったが少々コンボミスから楽園がスタートしてしまい、ロックへからニオキを買ってシャリンからゴーディーパミュー殺しきる。2本目ゴーシーが当たってジャンビー中の当たる独身画面端を維持しつつ、それ下段下段暴れを許さない。画面端ではめていく。もう一回中段から中段、しかしインバス押していく。しかしコンボミス、これは痛恨。下髪ぐらい 6D からパミュー出し口、ラビキャンゲダは届かず 2D もう少しで楽園ゲージがたまる。何もガードしたくない、何もガードしたくないが追尾切りパミュー、めくりが通りの。とりあえずインバースにつなげてダメージを伸ばす。ジャイアンバレー通してロイキャン粘っていく。バースエルは大神タコか。それ追尾が出るとやはりタコカでも嫌なんでしょうかね。これは 6D とジャンプ攻撃が損壊。あの顔面には何が隠されてる。しっかり 2D 食らい逃げしたが、ここはシャリンしっかり置いている。めくりたく 6C 端に運んでバックスで 6C 当てる。これ痛い。さて、なぜか声を押してるのはザギハラクで6D トリトリシャリンからおせぎのめくりからオーバードライブ、トリトリシャリンからここ F マル G、 F マル G がミスリー。ワンチャンスワンチャンスワンチャンス、ジャンビー当たって 5B から 6C からジャンビー固めて暴れは潰される。カットの大神タコかということで、決勝戦出場大神アクタレイカスミチーム、天王さんと菊池雄さんじゃんけんしまって3位決定戦先にやります。3位決定戦、天王さん3位決定戦先。